はい、おはようございます。 SP クです。今日はここ奥志賀高原に来てるんですけど、動画としてはね、これ分かります？自撮り棒にカメラ4台つけてるんですけど、まあ人気のあるカメラ3台、まあアクションカム3台プラス最新スマートフォン、ここにセットしました。これで同時に持ったまま追い撮りしてみて、どういう風に写りの差があるのか、あるいは個々のカメラは個別にいろんな持ち方してみて、まあいろんな持ち方でもね、持ってみて単独で使ってみて、どういう風な映像が撮れるかっていうのをちょっと今日検証していこうと思ってやってます。はい、軽く説明します。まず一番左ね、これ買ったんですけど、新しく DJI のアクション2ですね。ちっちゃいやつです。よいしょっと、こういう風にバラしてめちゃくちゃちっちゃいカードになります。で、ここにマグネットがついてて、マグネットでよいしょっと、やべ、手のカードが足んねえ。これね、ここカチッって感じでね、固定できます。うん、マグネット固定です。で、その次、これね、これこの左から2個目、これがね、Google の Pixel 6 Pro、 Google の最新スマホの最上位クラスのやつですね。カメラが、広角、標準望遠レンズとついてるんですけど、まあ、それのね、標準レンズで追い撮りしていきます。手ぶれ補正能力もね、 iPhone 並みに素晴らしいというね、まあ下馬評なんで、まあこいつにもちょっと期待しておきます。その次、ここですね、この細っちゃいやつ、こいつはインサ 360-1X2 ですね。まあ発売としては一昨年の年末になるんですけど、まあこれなどに発売してるインサシリーズが GO2 っていうね、このね、DJI のアクション2よりももっと小さい、まあ本当ミニマムな感じのやつなんで、ちょっとやっぱ毛色違うから、今回人気のあるこのインサ 360-1X2 で評価しています。これのね、今回は片側カメラモードで撮影しています。つまりVR カメラじゃなくて片側レンズですね。はい、次、最後こちらね、横に書いてあるかな、はい、GoPro10 です。 GoPro10 ですね。 GoPro10 のまあ手ぶれ補正もマックスレンズモジュールをつけて、手ぶれ補正マックスにしたものです。まあ普段置いてるのはこの GoPro ですね。うん、ちなみにこの DJI の方も2.7K 撮影で、目いっぱい手ぶれ補正効くように撮影してます。うん、という感じで、ちょっとね、これでね、撮影してみてどういう風に映像を映るか試していこうと思います。はい、誰か被写体いるかな。あ、ちなみに今これ喋ってるの撮ってるのは GoPro9 です。9ですね。よし、じゃあちょっとね、被写体さんね、見つけたらね、それを追っかけていこうと思います。行こう。
はい、というかで、いろいろお祈りしてみたけど、いかがでしたかね。お祈りの方がどういうヘイドになってるか、ちょっとそれで家に帰ってから確認するんで、わかんないんですけど、まあ、動画のね、途中説明入ってると思います。見た感じね、この DJI のアクション2も結構ね、手ぶれ補正強いですね。水平方向の位置は別として、ガタガタガタっていう、ね、手ぶれは全然ないんで、これをお勧めできるかもしれないですね。で、最後にここ。グランフェニックスで、この DJI アクション2を使って、ゲレン色撮影していこうと思います。グラフェニさんはね、結構格式高いところなんで、ね、カメラとかね、バラーっとね、広げてね、ちょっと撮影するのはね、非常にね、できない、ね、うん、って感じなんだけど、これだったらね、胸につけて撮影という、ここ、マグネットで、胸にパタッとつけて撮影することができて、それで、まあ、一人称、まあ、アゴスタの視点からの撮影っていうのやってみましょう。よし、じゃあ、グラフェニ、何食べるかな、ラザニアかな。まあ、新しいカメラ、いろいろ使って試してみましたが、いかがだったでしょうかね。うん。あれだね、特別言うことは、まず DJI アクション2。うん。あれね、冬なのにね、まさかのね、高熱で落ちた。5分ぐらい撮影するとね、何もう、電気回路かなんかそうね、北海道のマグマみたいなね、あれみたいなめちゃくちゃ熱い、もうずっと持てないけど、ね、めちゃくちゃ熱くなってね、熱で落ちた、ウケる。まあでも逆に言うと、ゲレンデ内の要するに冷えた中で風浴びながら撮る分には、全然逆に強いと思います。なんか寒さで落ちる心配か、暑さで落ちる心配の方がいいですね。もしかしたら春先とかだと、すぐパーンと落ちちゃうかもしれないですね。うん。GoPro は普段撮ってる感じで、ちょっと今回撮ってみました、追い撮りをね。まあ、本数少ないけど、まあ普通に撮れてるんじゃないかなと思いますね。で、今回インスタ 360-1X2 の方ね、あっちの方もね、ちょっといろんなアングルでぐりぐり振り回して撮ってみました。どうですかね、DJI の方も、インスタの方も、ちょっと家帰ってからどういう風に撮ってるかチェックするんで、わかんないんですけど、現時点で。多分ね、まあ、インスタの方はいつも通り撮ってると思うんだけど、まあ、アングルぶっ刺したのがどんだけ面もあるかってぐらいで、あとはアクション2の方は、DJI アクション2の方は、まあ、モニター本体のモニターで軽く見た感じだと水平の維持はね、まあ、がっつりはしてないけどでもかなり効いてる。そして細かいこういうねこう振動とかを拾うような手ぶれ、あれはねほぼなかったと思う。うん。だからね結構ね見やすい、正直使えるレベルだと思う。で小ささでね、スマホと別で使えて、しかも軽いから振り回しやすいしね、そういう意味ではなかなかいいなと思いましたね。ちょっとね、バッテリーパックをね、追加で買おうかと思っちゃうぐらいですね。うん。まあ、そんな感じでね、いろいろカメラ試してきました。あとは、DJ の方ね、ゲレ色もね、撮影しましたね。ちょっとね、固定の仕方考えなきゃいけなかった。っていう感じで、まあ、いろいろ試してみました。どうでしたかね。まあ、最新機種全部試したんで、これでまあ、皆さんの雪山での撮影用に使うカメラの、まあ、参考になったらいいなと思いますね。
正直ヒトリストの人はインサ 360-1X2 がおすすめです。うん、あの自撮り能力はやつが一番だと思いました、今回の中では。まあただ他のカメラもそれぞれ特徴があっても、私は多分あの3種類とも使っていくと思います。スマホで撮影することはほぼないと思います。はい、というわけで今回の動画参考になりましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして何か他にも聞きたいこと、試してほしいこともろもろあったら、コメントとか DM でも Twitter でも何でもいいけど、ぜひご連絡ください。それじゃあまた次の動画で、じゃあね、バイバーイ。